はい、どうも翼です。ですね、金田一翼の事件簿の生倉刀事件の8について話したいと思います。例えばね、こちらアマゾンで電子で100円で売ってますので、よかったら概要欄に貼ってますので、そちらからお辿りくださいませ。絶対ね、こんな素晴らしい作品はもう世に出てゴールデンタイムで流れるべきだと僕は思ってます。はい、ではいきます。前回国家でしたね。動機はおそらく居合の全国決勝で負けたことでしょうということですね。はい、ご期待通りの間抜けな推理、坂田警部が間抜けな推理をするわけですね。はい、まず居合の経験者の云々は関係ねえ、直接刀で相手と戦うスポーツじゃねえしな。それに現場状況を見る限り刀を持っていたのは犯人一人、全国一位でも刀を持っている相手に素手じゃどうしようもねえよというわけですね。それに警部さん、この密室はどうやって説明するんだ、ね、木下さんと言って、はい、言うわけですね。警部が、まあ、坂田っていうのは警部なわけですね。この別荘のスペアキーはないとか言ってましたけど、本当はどっかにあるんじゃないですかということですね。いえ、ありませんということですね。本当にって、もう一度聞き返して、本当ですということですね。ここの鍵は外国製の特殊なもので複製はできないようになってるんですということですね。はい、で、青らしい、何度も俺も何度もここに来てるけど、そんなもんねえよということですね。で、ここでハッと何かに気づくわけですね。はい、ちょっと待ってください。犯人はあなただということですね。歯科医の鹿田さんと。ちょっと警部大丈夫、翼ちゃんを治療してもらって間違ってたら顔が立たないわよということですね。おい、他を疑う前に俺にきちっと謝れということですね。お次はなぜ私が疑われるのかしらということですね。あの道具ですよ。金田一の歯を治療するときに使った道具、あれを使えばということですね。ワックスパチュラーやインストルメントで部屋の外側から鍵を閉めたって言いたいのねということですね。あんなもので鍵なんか閉めると思ってんの。今は物騒な世の中であんな道具で外から簡単に鍵を開け閉めすることなんてできないのということですね。他の歯科医の人がそんな話を聞いたら呆れるわよ。まあ歯科医じゃなくても呆れるでしょうけどということですね。あなた本当に警部やってんのということですね。そういや、リーナ最近身長伸びたねということですね。何あなたこんな時に。まあ最近ちょっと伸びたわよということですね。ちょっと2人で背中合わせになって測ってみようかということですね。どうです鹿田さん、私たち2人の頭の先と先を合わせてますが、何センチぐらい差がありそうですか。知らないわよそんなのということですね。まあ、この発言がヒントになって、まあ、解かれるということですね。これがちょっと密室のヒントになるわけですね。はい、では、ここで終わります。推理編はね、Amazon での公開になります。犯人とトリックは Amazon の電子で公開してます。では終わります。